めちゃくちゃうまい。どうもラグチャンネルです。今回はこちらモノマスター特別編集キャンプアウトドア見ていきましょう。特別付録の方が小川シェラカップ用釜豚セットということで、こんな感じの分厚い付録がついております。2023年最後にめちゃめちゃ魅力的な商品が登場しましたね。ほっ、じゃじゃん。おー、はい、ということで付録の方こちらの2点になっております。釜豚本体と収納袋。じゃあまず収納袋の方から見ていくんですけども、こんな感じの小川のロゴが入っている収納袋で、上は巾着みたいになっておりまして、絞ることができます。すごいね、あの質がいい感じする。厚くてなんかこう、なんだろう、ゴワゴワって言っていいのかな、ゴワゴワしてる感じのしっかりした収納袋になっております。本体の方を入れてみると、はい、こんな感じのサイズ感。はい、ということで本体の釜蓋の方を見ていきましょう。こちらどんな商品かと言いますと、シェラカップにぴったりはまる蓋ということみたいです。早速こちらキャプテンスタックの320ミリかなのシェラカップご用意しました。こちらにつけてみますと、はい、こんな感じでぴったり合うっていう感じになってますね。この蓋はかなり厚みがあって重みがあるので、蒸気とかがプシューって吹いてもカパーって上がることは絶対にないですね。対応サイズは内径が 108mm から 125mm のシェラカップということになっておりまして、例えばなんですけど、こちらキャプテンスタックの中くらいの結構大きめのシェラカップ、これとかに入れようと思うと、はい、はまっちゃってこれは使えないっていう感じになってますね。他に試しにこちらブッシュクラフトの折りたたみシェラカップなんですけども、こいつとかは、あ、合うわ。うん、だからよくある一般的な、なんて言えばいいんでしょうか、レギュラーサイズって言えばいいんですかね、 300ml くらいのシェラカップだったら問題なくはまるっていう感じかと思います。いつぞやの付録のポケットモンスターシェラカップとかもギリいけるし、キャンドゥの500円のシェラカップ、これなんかもぴったり合います。これは確か 250mm くらいだったと思ったんですけど、こいつとかもぴったりはまりますね。はい、うん、そんな感じのサイズ感で使える。表の方にはこんな感じの小川のロゴが入っておりまして、裏側にもこちら小川のロゴ、そして何やら難しい英語の文章があります。私は英語めちゃくちゃ成績悪いんで全然読めません。はい、横から見るとこんな感じで、お米を炊くお釜の蓋みたいな形になってますよね。でこの形状、それだけじゃなくて、これね、ひっくり返せば調理をするときに鍋なんかを置く土台としても使えますよって言ってるんですね。いや、そりゃそうだろとは思いつつも、もううまいこと言うなとは思いますね。材質は竹で、ちょっと匂い嗅いでみますと、なんか梅みたいな匂いです。重量の方は 214g くらい。ではこちら実際に使ってみましょう。で今回はこちら柔らか牛肉卵とじっていうフリーズドライの商品も一緒に炊いていこうと思います。ほい、あ、蓋閉まんないじゃん。え、どうしようこれ。入れ、この、そして溢れるな、溢れるな、入れ、いけたか、ギリいけたっぽい。固形燃料 25g でいきます。はい、炊き上がりましたんで見ていきましょう。じゃじゃん。おほほほほほほ、なんか思ってたのと違う。こうなるんだ。そっか、深さがだいぶ足らなかったんで、この蓋でギュギュッと押し込むような感じで炊いたんですけども、こんなこんなぺっちゃんこみたいになっちゃった。ではいただきます。どうだろう。あ、いけてるいけてる。大丈夫大丈夫。うん。下までかなりふっくら炊けてますよ。いただきます。うまっ！これマジでうまい！びっくりした。多分ね、あんまり広がってなくて、ここにギュギュッと味が濃縮されてるからだと思うんだけど、これやってみてほしいな。うまい。これほん、ちょっと汚いな。はい、ということで本編の方はこちらで以上になります。こちらの釜豚ぜひ購入して使ってみてください。あとこれもめちゃめちゃ美味しかった。ということで
ラグチャンネルの2023年の動画はこれで終わりになります。今年も1年ありがとうございました。率直にどんな1年だったかとちょっと振り返ってみますと、自分で言うのもなんなんですけど、本当に今年はラグチャンネル飛躍の年でしたね。年の初めに言った登録者1000人という目標はもうクリアできましたし、で一番大きかったのがラッキーフェス、フェスのアンバサダーになれたのが本当に嬉しかった。あの数ヶ月は私の人生で本当に充実してた数ヶ月でしたね。また来年もやりたいなって思ってますけども。で年の後半はですね、冬キャンプの動画がもう信じられないくらいバズりまして、毎日どんどん増えてっていくんで、近いうち2000人いくと思うんですけども、成長できたなーって思っております。とにかくいつも本当動画を見てくださる方ありがとうございます。その数字を見てモチベーションを保っています。来年のラグチャンネルの方も何卒よろしくお願いします。はい、それでは良いお年を。バイバイ。